はい、こばちゃんです。ですね、私の個人的なお知らせなんですけれども、東京マラソン2025、抽選に当選いたしましたということで、来年の3月2日ですけれどもね、東京マラソン走りたいと思います。しっかりね走り込んで、3時間半は切りたいななんては思っております。しっかり練習を積みたいと思っておりますということでね、今回はね2024 BBM ベースボールカードフュージョンということで開封していきたいと思います。ということでね、まあフルマラソン自体が2017年の北九州マラソン以来、東京マラソンに関して言いますと2013年以来になるので実に12年ぶりの、東京マラソンということになります。はい、ということで、はい、まずは見ようか。あ、杉浦さん、ガシヤマキカ、ウィンターズで、若林、お、佐藤義則さんね、はい、玉田さん、竹内投手、はい、麻生さんか、牧田さん、はい、で、1500本安打。すげえ、キラキラしすぎや。あ、大地か。大地の1500本安打か。松永。水谷。今年大ブレイクですよね、水谷選手。よいしょ。はい。これは、あ、一戦投球回、加藤投手か、大瀬良選手、エスピノーザ、はい、お、紀藤さん、藤田さんか、アーズマックス、マスキ、タスミ、レジェンド浅尾さんか。これも通常版。AS を狙え。池谷さん。はい。あ、タイトル風だ。あ、はい。杉下さん。あ、サインカードだった。と思います。石川五右衛門さん、森本七織さん、はい、青柳選手、500試合登板、岩崎投手、はい、伊藤さん、ああ村上様、内山さん、メッセンジャー、秋山、はい、はい、松本選手、佐藤選手、松山選手、王さん、おお、これが、なんだろう、緑、黄緑白つたりの、おお、棋士投手、250回、2500投球回数か、山田哲人、タイトルホルダー、ムイネロ、外小橋さん、高橋、王豪、お、江頭さん、あたらいくん、あ、朗希くん、はい、あ、これあれじゃん、ルーキーエディションのあやつじゃね、うん、はい、中田翔さん、森本さん、
平井さん、平選手、お、まこっちゃん、小田島選手、タイトルホルダー、佐々木さん、平野選手、お、園川さん、懐かしいですよね。お、相川さん、広沢さん、稲尾さん、お、レジェンド続きやん。大郷選手で、これは、200本塁打、村上選手。山川選手。あ、笹岡さん。上田さん、東郷選手。松沼、アニヤンか。で、この、杉浦さんの、ハートちゃんの、これ300シリか。はい。で、矢野選手。池江ヶ谷選手ということで、これサインカードだったと思います。はい、90シリですね。はい、見ていきましょう。確かロッテっぽかったんだよな。違う、あ、マリーンズですよ。誰や、誰だ。お、石川投手、やったぜ。五右衛門さんの、まあ僕のね、好きなマリーンズのね、選手が出てきてくれましたということで、出てきたカードのおさらいをいたしましょう。それからいつかな、レジェンダリーのカードとして麻生選手と平井選手、懐かしいですね。で、キラキラ、はい、ほんとキラキラしすぎっすよね。で、岸投手の2500回投球回数ですね。で、これルーキーエディションのやつですね。で、朗希くんと300シリの始球式カードと、石川投手のサインカードということで、なりました。はい。いや、今回は良かったんじゃないかなと思います。ということで、東京マラソン頑張りたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。ということで、今回の開封は終了したいと思います。ここまでのご視聴誠にありがとうございました。バイバイ。